ことで安全様のやる気満々みたいなので、以前と同じメンバーで実況していきます。そして安全様がフライングしちゃったから挨拶はなしです。ああ、挨拶したかったなー。そうだよねー、僕もこれを機に名前を覚えてもらいたかったなー。え、私が悪いの。いや、俺は特に君。ここは嘘でも言っておくんだよ。ああ、俺も名前紹介したかったなー。うわーん、みんなごめんねー。あのねん、そこまで言わなくてもいいじゃないか。そうだよ、あんちゃんがかわいそうだよ。そうだそうだ。お前ら、俺をはめたな。というか、安元様までグルだったんですか。この状況、まさに。計画通り。お前のドヤ顔がなんか一番ムカつくんだよ。まあまあ、ゲーム実況しようじゃないか、かなめんくん。そうだよ、実況はすでに始まってるんだよ。始まってるって言ってもやってることといえばカエルとお話ししてるだけだよ。おいおい、黄色マークの設定消すのかよ。ごめん、適当にボタン押してたらこうなってた。危なかったねー、もう少しでどう逃がしたらいいかわからなくなるところだったねー。大丈夫、その時は僕が。逃げるんだよー。字幕が逃げちゃったよ。あいつはやんちゃだからなー。今時は字幕に性格があるんだね。アイゼン様、騙されてはいけませんよ。え、また私騙されたの。お、これは佐々木の仕返しをするチャンスでね。人を騙すなんてひどいやつだな。え、冗談が通じなかったの、かなめん。私は理解してたよ。え、私もだけど。あー、マリザー、僕に勝つには経験が足りないよ、かなめん。だからそのドヤ顔がムカつくんだよ。このキャラなんか可愛いね。今のかなめんみたいだね。うっせ。ここはレベル上げのために倒しておこうかな。雑魚キャラに負けそうになってるからな。そうだよ、全然攻撃かわせてないよ。いやはや、難しいゲームだよねー。あ、またぶつかった。追い変わってみろよ、俺が華麗にかわしてやるよ。あ、ごめん倒しちゃった。ふざけるなー。今日のカナメンは全力だね。気合が違うんだよ。よし、ここの仕掛けも解いたし、どんどん先に進もう。どうせなら一気に進めようよ。どこまで進めるの。ふふ、私もうつ主の端くれ、華麗なスキップを見せてあげるよ。だいぶ飛ばしたね。すごいよ、私たちの3分くらいのプレイ時間があっという間に過ぎたよ。これが編集の力。長いからやめなさい。安元様もカットした時間は言わなくていいんですよ。そっか、まだこの動画始まってそろそろ3分経つけど、実際はもっとかかってるというのは言わない方がいいんだね。あんちゃん、それ全部言っちゃってるから。あらやだ、ごめんねー。うん、これが安元様の人気の理由なのかもしれんな。カナメンがやったらクレームが来そうだよね。なんでだよ。悪意でやってる感半端ないから。確かに。いやい。画面が見えないでしょ。うわ、前回の仮面か。少しの間かぶってなさい。あ、気づいたらさっきの人と合流してたね。人なのかな。モンスターだね。バカだね。とりあえず話長そうだし、少し進めようよ。いい匂い、特に何も匂わないよ。ちょっと、やめてよ、恥ずかしい。女の子の匂いを嗅ぐなんて。こいつら、今度は僕の毛落としに似ている。ふふ、なかなかいい匂いだったよ。なに、開き直った。そこまで考えてなかったよ。一度下手に出れば主導権を握られる。そう、これはまさにデスゲーム。いや、静かにしてたら実況にならないでしょ。確かにバカだね。ちょっと、さっきからバカだねバカだねってひどいよ。バカだね。そうだよ、もっと罵倒するなら巧妙にやらないと。パパは喜ばないよ。僕は罵倒されて喜ばないよ。ねえ、あの仮面が原因なんじゃない？この仮面は前回急遽作った紙でできたお面だよ。そんな呪いみたいな効果があるわけないじゃん。とりあえず取ってあげるよ。あれ、ここはどこ？俺は一体。はいはい、それじゃあ先に進もうねー。え、ちょっと待って、全くついていけてないんだけど。またまた、とりあえず階段があったからそっちに行ってみました。うわ、すごいスピードで追いかけてきたね。あ、引き戻されちゃった。僕は何度でも挑戦するよ。懲りないなー。また捕まっちゃった。戻されたらまた進めばいいのさ。もう進めないってわかってるんだから、違う方法考えたらいいのに。でもセリフが毎回変わってるよね。ならばここは最終的にどうなるか見てみようじゃないか。こうやって尺を無駄にしていくんだな。パトの悪い癖だよ。最近は消化カットを覚えたけど、最初の頃の実況はノーカットだったからすごくテンポ悪かったんだよ。誰も真似しないことを、と思ってやっていたんだけど、まあ、あれだよ、クリアまでプレイ時間が30時間だったら、僕の動画は10分くらいとして、パートで分けたらいくつになるか計算したら、一つのゲームに大体パート180くらいかけて作らないといけないという結果になりました。ちなみにそれに気づいたのは、マリオ・オデッセイのパート5くらいかな。気づくの遅すぎだろ。
でもそれに身をもって経験したおかげで編集の重要性に気づいたんだよね。それ当時誰も疑問に思わなかったの。その時の登録者が10人くらいだったから数打ち当たれ精神で頑張ってたからね。おいおい、話しているうちにもう10回目だぞ。今のところ全部セリフが違うんだよね。やった、あの優しいおばさんにそんな表情させたぞ。パトの勝ちね。やったね。ただのめんどくさいやつじゃねえか。もういいだろ、さっさと先に進むぞ。そうだね、あのおばさんを困らせたし先に進もうか。ということで次はちゃんとイベントを進めてから先に進むよ。おばさんに地上に帰りたいって言ったらおばさんがここに移動したんだよね。なんだよ、結局ここに来るなら最初に通してくれたらよかったのに。それがダメだから行かせなかったんだろ。おばさん地上に出るための道を壊そうとしてるよ。ダメだよ、扉壊されたらゲーム的にまずいよ。ゲーム的にってなんだよ。今から始まるぞって思ったら扉壊されてニートエンドじゃつまらないでしょ。私はそれで大歓迎なんだけどね。地下世界じゃネットゲームできないよ。絶対地下世界。切り替えが早いな。とりあえず話が長そうだからもう少し飛ばそうよ。え、今重要そうな話してるんだけど。どうせ進んでたら知らないうちに出てくるよ。アンちゃんゲーム内の会話にないタイプだな。ちなみにアンゲン様はゲームのクリア経験は？私が満足したらクリアよ。ダメだけどなんかかっこいいな。あ、だいぶ先に進んだよ。しかも最後の警告だって。戦闘臭がプンプンするね。何わさわさしてんだ、早く行けよ。バタースコッチとオニオンスープをくれた優しいおばさんと戦うなんて。オニオンスープなんてもらってないだろ。オニオンスープって何？鬼に何かするの？何もしないよ、オニオンスープはあれだよ、玉ねぎの出汁汁だよ。大雑把だな。ほら戦闘が始まるぞ。あ、おばさんの名前トリエルって言うんだな。どこかで自己紹介してたっけ？覚えてないな。ま、いいんじゃね。とりあえずトリエルさんの攻撃を頑張ってかわせよ。ってぶつかりまくってんじゃねえか。いやー、強いね。お前が弱すぎるんだよ。攻撃の精度だけはいいのにね。あ、相手のターンだよ。特大ダメージ。やばいよ、もう HP が半分以下だよ。誰か代わってやれよ。いや、もう次の攻撃が。抜けいこう。失敬な、ちゃんとかわしてるでしょ。ちゃんと、はい、かわせてないです、すいません。まあ、とりあえず回復しとけよ。しゃあ、まだまだこれからだよ。あ、ちょっと変わってよ。大丈夫、僕の方がいいんじゃない？それはない。お、全部かわしたね。ま、まぐれだよ、たまたまだよ。やめとけって、お前はまぐれもたまたまも起きてないんだから。心に響く一言をありがとう。あ、パトになったらすぐに大ダメージだね。もう一度、今度こそ全部かわしてみせる。かわせなかったら選手交代な。行くぞー。2回も食らったね。よし、次は俺に任せな。カナメンもわかるよ、これすごく難しいから。よし、最初はオーケー。って待て、迫ってきてるぞ。ほら見ろ、やっぱりダメージ受けたじゃん。アンゲン様、あとは頼みます。ふふ、任せなさい、六冥王の力、とくとご覧あれ。あ、ごめん、私でも無理だった。よし、次は私だね。大川はさっき成功してるから期待できるね。よし。おお、2回目も成功だね。よし、次は僕だ。よし、どんと。早かったなー。気合だけは良かったよ。よし、次こそは。同じ攻撃は2度も食らうか。迫ってくる弾を避ければ。よっしゃー、すごいすごい、私も頑張らないと。え、あんちゃんすごいね。まだゲージ結構残ってたのに。これが六冥王の本気ってやつかよ。恐れ入ったね。いやー、おかしいなー、なんで私の時だけダメージ高かったんだろう。あなたは、思ったより強いのね。だってあんちゃんってやっぱりすごいんだね。ねえ、なんでみんな私から距離を取るの。やだなー、そんなことしてないですよ。あ、俺、少し用事思い出したんで先に帰りますね。僕もちょっと編集に戻るね。私どうしよっか。今日は私の部屋に泊まりなよ。わーい、あれやりたい、枕投げしたい。よし、それじゃあ早速枕投げだ。ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。ぜひ気に入ってくださった方はチャンネル登録お願いします。他にも再生リストで過去の動画をまとめているので、気になった方はぜひ見ていってくださいね。それじゃあ寂しいけど今回の動画はこれで終わります。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も、楽しんでいってねー。